素敵。翔さん、翔さん、はい、結構仲いいっていうお話で。そうですね、なんかみんないいことばっかり言ってるけど、なんかただの目立ちたがりの芸人で自分が大好きなだけなんです。さっきのやめなさい、さっきの刀剣の皆さんがこう立って一人一人こう名乗るとかあったじゃないですか、はいはいはい、自分が美味しくなるために僕もあそこ並んでいいかなみたいな。下手したらなんか一ボケ二ボケなんかもうすでに逃してるみたいなね。そう、ちょっと逃したなと思いましたね。逃したらね、僕も一緒にやりたかった。拙者もってやりたかったです。目立ちたがりやか。この人のおかげで男性声優みんな困ってんですよ。あ、そうなんだ。これが基準みたいな。基準になっちゃう。もうちょっと控えてほしいなって思いました。すいませんでした。